ちゃ来た。一瞬やった。ホールできたわ。よし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 。いいじゃん。OK です。こんだけ重たいな。お、ちゃうか。当たった。首振りやね。まだおるの多分。このサイズだから1匹だよ。よいしょ、釣られてるわ。はい、ありがとう。3月の琵琶湖というのは僕の中ではね、一番期待の高い季節なんですね。3月というのが。ただやっぱり寒い、で急に、温度が上がったり下がったりするんで、その自分が釣れないなと思う時に気温のせいにしてしまいがちで、蓋を開けてみると友達はでかいの釣ってると、逆に他の人全然釣れてないって言ってるのに自分だけいい思いをしたりするのが3月。しゃ、よかったね。あ、すぐ外れた。やばいとこや。爪吉長いやつ。ボートええな。ちょっとええわ。時々来よう。今日ね、もう見ての通りすごいボール出てるじゃん。浅いところ魚来てるはずやから、この辺かな。ヘラバイブはね、もう釣れんねんて。
さんは抜くよ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 。やりましたね、テラバイク遠投一発でした。山昼はええね、やっぱよし。4月というのがその境目になるんですけれども、南湖に行って、進行したその春らしい魚を釣ろうか、北湖に行って、自分が我先にまだ、成熟してない、もしくはスポーニングに入ってない魚を釣ろうか悩むのが4月です。で、結果的にはやっぱりきっちりその釣れるべき魚を釣れるようにすれば、思いができるのが4月。で、ちょっと冒険しすぎると外しちゃうのも4月。そんな感じです。テキサスでやります。1.8g。スティックシャッド4インチから。いつもはね、遠投して、沖のブレークの向こう側あたり、もしくはブレークのあたりを狙うんですけども、今は、春やいうことでブレークのもう手前、浅いところね、1メーターとか 1.5 メーター、2メーター、そのあたりを狙います。だから中層で食わすというよりも、もうそこを見せてかぶって食わすような、そんなイメージ。夏の釣りな感じね、沖でやる夏の釣りな感じを手前でやってる感じ。よっしゃ、一遍ボケワームに変えてみます。で、今度は針も一緒に変える。今1番の針を今度は1-0、ボケの方がボディが太いんで、ゲープの大きいところに。でね、このめんどくさいことをやるかやらんかで全然変わってくるのね。で、大きいやつでその小さなワームを使ってると、せっかくのいい動きが出されへんだりね。だから気になるんやったら変えたらいい。釣れるときはね、そんなこと言いながら何でも釣れるんやけど、まあ確率を上げるためにそういう細かいことをやります。まっすぐね。特にね、岸釣りは他の人もいっぱい投げてるから、ほんのちょっとの違いが自分の方に、魚が食らいつくという結果になるんで、それをやる。だからスティックシャットはね、ボトムでちょこちょこやって、なんかね、なんやろ、魚食うてるときはね、よう効く感じがするのね。もしくはふわ、重りをもっともっと軽くしてスーッと滑らせてくる場合はスティックシャットが効くんだけど、ほら来た、一発やん。これ見て、ボケに変えた途端に一発で来ましたわ。よし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 、よし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 、まあまあ、じゃあそんな大きなのが40ぐらい。よいしょー、一発でしたね。なんかね、こっちが好きなのね。よう分からんね、僕も。この間からちょっと自分でやってて気にしてるところ、ちょっと同じとこ投げてんねんで。丸飲みでしょ。こいつがね、いいみたい。よいしょ。おった。はい、これね。
なんやろうね、これね、わからんねんけど。今、言った通りに釣れたでしょ。これがわからんねん、僕も。手足カット？これもう普通に切るだけですよ、これ。これボケあるでしょ、ボケワームね。これを足を切る。でその時に、まあ、コツとしたらちょっと抑え気味にこうパンといくと、そうすると、まあ、綺麗に切れるじゃないですか。で一緒、こっちもちょっとこう当てといて、ちょっとだけ抑え気味にパンといくと、まあ、こういうワームが出来上がるね。でそっからこのまま使うのもよしね。でここをコキン、こっちもコキン、すごいそのシンプルなワームの出来上がり。ただね、シンプルなんですが、ボケワームというのはこのリブね、リブがしっかりついてあります。それのせいなのか何なのかわからないんですけれども、これがまたよく釣れるんですよ、うん、よく釣れる。だから何気なしにやったんやけど、ハマってしまったのが、まあ、この手足カット、ボケの手足カットね。新しいこういうワームを作るのはどうかと思うでしょ。それでは切りましょうよ、みんなね、はい、あとそれからあったあった、大事なこと、針をまっすぐに刺す。こうやってね、まっすぐに、だから針をまっすぐに刺すというかね、ワームがまっすぐなるように針を刺す。これはロングシャンクの、ヘビキャラフック30、小針派の人はもっとちっちゃい針でもいいと思いますが、こうするとここのね、ちゃんと、デザインされたスリットのところに針先が行くと。はい、これをこれね、投げてノーシンカーでそのまま落としてるとなぜか釣れる。でもうちょっと沈めたいな思ったらテキサスもよし、常吉もよし、まあ何でもいけるんじゃないかなと。多分ね、このボリューム、この感じね、この感じが魚のまあサイズとかね、まあコンディションをまあ問わないんじゃないかなと思います。あとは魚に聞いて。あ、2キロ超えてあればこれ重たいわ。ちっちゃいの、はい、あしゃね、細かいの大事でしょ。だからあれでまあええかと思って、刺さるも刺さるからね、さっきの針のままでやってるとダメなんですよ。ちょうどええサイズを使わんとね。まあ、小さいワームもそうやけど、はい、釣れました。よかったね。手足のないボケワーム、これできます。これはもうスルッとすり抜けるんでいいと思います。まっすぐ刺す。あの速いアクションになった時にくるくるって回らんようにね。はい、まずはこのカーリーテールの部分を残したまま使ってみます。なんかね、ない方がよう釣れる気がすんねんけど、まずはある形で。あ、何してる、あっちの魚ボイルか。あ、当たった。当たったね。当たっただけやね。よっしゃ。あ、小さい。小さかった。君ですか。こいつが触ってたんかな。時期ずれた。そんなことはないな。はい、久しぶりですね、ここね。今4時半で、夕方の一時にちょっと計測しに来ました。で、なんだかんだ言いながら
季節が変わっちゃったんで、それをちょっと頭に入れながらやっていきたいなと思います。で、毛が生えたんでだいぶ高くね、それも、考慮して、一応タックルを絞ってきました。まあ、夕方一時だけやるいうことで、そんなにいろんなタックルを持ってくると迷っちゃうんで、今ちょっと意識してるルアーを 2,3 点用意してます。はい、やりましょう。まずはね、今、開発中のルアーからいろいろ改造しつつだんだん良くなってるところですわ。いいねこれ、やばいね。あー、元のリップの方がいいかな、どうかな。ちょっと待ってよ、釣りモードよりもね、ちょっとルアー作りモードに入っちゃいますわ。お、うん、お、ごめんごめん。よし、うん、飛距離は申し分ないね。釣れてるやん、ほれ。あれがドーンと俺のところにも来へんかな。まあまあ、これでほぼ決まりですわ。あのリップの形ね、ほぼ決まり。よし、さあ、それではちょっとやりたいなと思います。で、まあこれはちょっとやってはやめて、またやってはした方が効果があるかな。おかっぱりの時はね、流されへんから。で、あのずーっとハマーでね、横へ横へ歩く時なんかはそのままルアーをローテーションせずに使い続けたら、うん、いいタイミングでガバッと出てくれるかなって感じ。だからウォーデスのローテーションに使うと、ロッドの感じというか、ロッドが曲がる感じとか、あのリトリーブの感じが似ててやりやすい。まあだからこっちにもウォーデス入ってあるんだけどね、うん、そういう感じ。ややビッグベイト、うん、そんな感じです。あと今日はね、これのフォローベイトといいますか、弱い方の釣りね。こっちは一応強い方の、ただ巻くだけで答えが出へんかなみたいな釣りなんやけど、もう一つの方を86ミノ、浜ミノの86でやりたいなと思います。もう一つはスティックシャット 5.9 フィンテールね、この3つ、これがメイン。よっしゃ、いっぺんルアーを変えてみよう。これはもうほぼ完成、ほぼ完成というのはもう全てが決まって、あとは、量産を待つばかり。アクションはもう最高やね、飛距離も最高、何も言うことなし、気持ちよく飛んでいく。落ちてきた、いきなりですわね。サイズが小さくて、さっきの100は食わへんだけど、一発です、それ出ました。変えた途端でしたね、こいつはやばいっすよ。もう自分で言うのもなんですが、はい、よいしょ、今は86ミノを使ってます。投げてソフトジャック、
水深多分1m50の80センチぐらいまでウィードがあるから、その上を釣る感じ。これぐらいのねサイズのミノーはもうほぼサイズで食ってくるから、結構ね早巻きもやってみる。109でも効果あんねんけど、それよりも増して効果がある。食ってしまったみたいな。でも対応すると擦れるんで。うおー、飛ぶ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 。で、数釣ろう思ったらなるべくやんわりジャーク、うん、すると釣れるんやったら数釣れる。おっしゃよし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 、イエーイ、痩せたオスですわ。ほれ、はい、ありがとう。よいしょ、行こう。今年の琵琶湖はめちゃめちゃ水が多い。陸地がない。だから、まあ、ウェーディングしたくなくてもしないと釣りができない。で、そろそろなんか早い釣りで、まあ、この辺でも楽しめるかなと思ってミノを持ってきました。で、これからやります。浜ミノ86ね。むちゃむちゃ飛ぶやつやけど、一投目やで。え？なんで？よし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 。やっぱおるところがすぐ釣れるのよこれ。ね。あ、外れた。でシェイクダウン終了でしょ。86ミノ、おー、いい感じ。こやつらがね、今多分アユ狙いに浅いところに来てんねやろね、はい、今ね、ずっとジャーキングでやってんねんけど、ティッチングジャーキングね、こうやってね、これでやるときはその止めが大事。一番おいしいところで止まってると当たりがあるんで、その当たりが出た、どういったんかな、リズムをこう体に染み込ますというか、焼き付ける感じ、うん、どういうふうにしゃ釣れるかというよりもね、そのリズムをこう掴む感じですね。釣れれば釣れるほどよう釣れるようになってくる。だからジャーキングはね、で使ってるロッドによるんで、今僕がこのロッドを使ってて、飛距離がこれぐらいでこのジャークで釣れてるでしょ。でそれがフロロに変わったりナイロンに変わったりすると変わってくるからね。いろいろほんのちょっとの違いでね、食い方が変わる。あともう一つ、あともう一つはただ巻き。ここは遠浅やからね、竿立てんとあかんけど、ただ巻きね、一定層を水平に巻いてくる。こう潜らすよりもこういう感じで巻いてくる感じの方が釣れる。あとなんかピックアップの時のね、グッと浮上する時、だから沖合でそれはできへんから、その時にジャークを入れたらええねんけど、基本ただ巻きは一定層を一定リトリーブで巻いてくる。もうこのルアーのポテンシャルで空洞キャッチで速さを変えてあげる。
早巻き。なるべく差を立てて一定層を保つで、移動しながら次の場所だから毎回毎回がファーストキャストみたいな感じでやると釣れやすい。同じようなリズムでできるスピナーベッドトレーラーのオフセットフックをね、これ3-0のロングキーパーで使います。飛距離はちょっとで、今日はメインが86ミノだからロッドを86ミノに合わせた、ややこう胴に乗るというか、アクションはできんねんけど胴に乗ってその T 独特の硬い動きを緩和させてる感じ。当たった、よっしゃー。あー、お前は硬いのが嫌いなやつやったやつやな。小さいけど、はい、早いなこの釣り、この釣りが早いぞ。次シルバーハスゴ、よっしゃ、ハスくんだわ。このまま、あ、これやね、さっきから当たっとったん、プッって当たってたん。よしよしよし、この季節ですね。よしよし、5月は琵琶湖のね、中ではそのゴールデンウィークっていうのがね、琵琶湖のバス釣りのために休みを設けてあるのかっていうぐらいにドンズバでその一番いい状況にはまるのが5月なんですよ。琵琶湖は縦に長いんで、季節がこう移り変わりながら北上していけるわけね。それが5月6月と続いていきます。北湖の中央部ぐらいですかね。琵琶湖がありまして、南湖があって北湖があります。それの中心中央部ぐらいまででしたら、6月ぐらいまでがもうスポーニングなんですよ。フリースポーンの魚がたくさんいてるちゅうことは、浅いところにでかい魚がいてるんです。それは多分ボード乗ってる人は確認してると思うんですが、岸だけ、おかっぱりだけやってる人は見えないんですよね。それを想像しながら釣るのがまあ面白いんですけれども、だから5月6月っていうのが僕の中で一番その1年のうちでね、核になる、まあ、月というか季節になってます。はい、いきます。これでブレイクの壁沿いかな、斜面沿いこう釣っていく感じ。ウィードの面が触れるか触られへんかが一番ベスト。これもあっちにウェーディングしたらできへん、トレースラインなんやか、こっからしかできない。でもみんなやるから、ああまた来たのねって感じちゃう。86ミノは知らんかったら食うかな。あー当たったね、どっちやろね。おお、来たじゃん。同じサイズか。ちょっと喜んだのにな。沖やから。おい、おいしょ。君でしたか。さ、だいぶポーズ長めできたね。うん。さあもう一匹。
連れてきてもらおうか、こいつにね。おっしゃあ、ウイドの中に入ってるだけでこれ起きないで。よし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 。あ、化けたか、化けたか、まだおるか。おお、おったけど、お前ウイドの引きの方が嬉しかった。よし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 、ええぞ。こっちへ来るとやっぱりだんだんこうチリチリしたもうしかなくなってくるね。おるでしょう、相手してくれへんだけでしょう。今日よっしゃ、ハスやなこれ。巻いて釣れた時はハスでしょ。ほら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 、暴れ方がハスでした。こいつを食うようなやつがねおるはずないけどな。よいしょ。あーごめん、歯がないか、滑る。でかいルアーはでかいから食うんですね。その中途半端の大きさじゃなくて、でかいからなんか魚がこう攻撃したくなるというか、勘違いして食うんじゃなくて明らかにそのそいつに向かってなんか仕掛けたろうという意識が強くなるというか、それがでかいルアーの話で、ちっちゃいルアーいうのは反則ある意味ドゥルドゥルってこれが速いでしょ。冬に鉄板で釣れる時にね、他のルアー何にも釣れへんのに鉄板だけ釣れる時があんねんけど、そういう感覚に近いで、鉄板じゃいいやんかってなんねんけど、ウイードがあるし、こういうプラグのいいところは動いてたものがその場でピタッと止まるのよ。さあ柔らかいもんやったらどうなんだろう。心の目で釣ったろ。おお、あ、ハセ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 、ほらかかった。大好きやねこいつ。スピナベドトレーラーは偽物じゃないみたいに離さへんで、おまもみたいに。よし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 、逃がしたらな。ハスこんだけ騙せたらええ感じですわ。おーしゃしゃしゃ、今合わせと一緒やったね。あ、ちっちゃい。一応ブラックやわ。ほらほらほら、あ、お前逃がしたら思ったのに勝手に自分で背中までかかりよった。えい、あんま投げたらあかんねん、忘れとった。ついつい気持ちいいからねこれ、スパーといく。もう投げすぎ注意な感じやねこれ。おお、これハスっぽいか。ちゃうな、バスやな、ちゃんと。うーわー、ええとこ回ってはるわ。おれ、おちょっとちょっと、うえー、よいしょ。よいしょ、はい、ありがとう。ブックブックやね。さあ、ササニゴリチャートを使ってみます。胴体じゃないから、ちょうどほんのちょっとのチャートがいいかも。ほとんどナチュラルやねんけど、背中だけ、背中の後ろだけチャート。でもここでパッと
目立つ。水の中やったらもっとやねん。45メーター飛んでる。おっしゃ、40メーター先。全然軽いんやけど長い間釣りができる。よし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 。おお、こいつも容器歩くってはるわ。はい、こちらが109ミノ、浜ミノ109ね、それのダウンサイジングモデル、これが新しく発売された86ミノです。浜ミノ86ね。でサイズです、86ミリという。で特徴はね、浜ミノで、培った、ゆっくり巻いてよく動くで、早く巻いてさらによく動く、これがその浜ミノの特徴なんですけれども、それをダウンサイジングして、なおかつ中の、まあ、ウエイトの位置をきっちり、再検討したことによって、その細かいアクション、すごく細かいアクションが特徴で、細かいアクションにすると、あのね、早巻きの時にすごく効果を発揮する。早巻きというのは、魚がこうステイしています、その前を速いスピードで通過する、思わず口にする、もうこのメソッドなんですけれども、それがすごく得意、これが86ミノの最大の特徴。うわおるね、ズタズタですわ、悔しい。よっしゃ、甘かったよ顔ね、ほらほら、あー、ええやつやなお前。よっしゃー、やった。はあ、生オーデスでしたね。はい、イエス、よかった。あとはね、夏の琵琶湖、7月8月ね。で7月の前半となるとまだ梅雨真っ只中なんですね。その時が一番簡単に釣れるんですが、魚が細い。アフターの、まあ、回復しようとしてるバスなんですよね。ちょっと頭が悪い、だから釣れやすい。でそこから、餌を捕食していって、だんだん、膨れていく、超えていきます。でそれが深い方へ入っていくタイプと、そのままシャローに残るタイプがいてると思います。でその深い方に行くタイプを釣っていくのが、まあ、8月ぐらいになります。ただし琵琶湖では水泳場がオープンします、7月頃にね。そうすると釣り場がかなりこう絞られてくる。で残ってくるのが、流入河川、流入河川の、サンドバーあたりね、その近辺を狙う。でそこはね、ほぼほぼその流入河川によって
あの冷たい水が注ぎ込んでるんで、まあいろんなところから餌も入りの、それからそれを追った大きなバスも、接近しのいうところで、すごくいいポイントが形成されます。そこを、まあ、手を変え品を変え狙っていく、夏休みもあるんで、まあ、人も増えます。でそれをね、まあ、譲り合いながら自慢し合いながら、楽しめるのが8月の釣りじゃないかなと僕は思ってます。はい、どんどん荒れてんねもう三角波になってるわここほらこんなん無理エビモがもう柱状になってる。大笹エビモ、よくやる。これ波収まらんと釣りなら。向かい風なんで P のスピニング、一応ね、あのベート…お、来た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 、おー、いきなり来ましたね、小さいけど君を待っとったのだ。よし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 、はい、ちょっと向かい風やから、あのスピニングでトラブルないようにやろうかなと。はい、よいしょ。めんどくさしゃっ、あかん、ブルギルや。大変やもん。はい、うん、南だけ吹いてますわあの南小松とか吹いてないってさあ、ほな移動しますか。復活、波がきつすぎて、ちょっと回避してきた。で、北へ上がってきて、ここでやってみたいと思います。タイミングは、時間のタイミングは今から30分ぐらい。それを86で遊んでみます。ターゲットサイズは、遊んでくれて気持ちいいサイズ。それを混ぜたい。28ぐらいのが釣れねえけども、35から40アップ、それを混ぜたいんやけどね。でここで魚がおるかどうかまだちょっとよう分からへん。なんせね、雨降ってから魚がルアーを追わへん。だから結構ね、その結構近辺にそういう食い気のある魚がおったらすぐ釣れるでしょ。こうやって釣れるはずなんですよ。これケタバスでしょ。ほらケタバスや、すぐ釣れるんですよ。このサイズっていうのがそういうサイズなんでね、もう使い方とレンジをね把握すれば割と簡単に釣れる。これがね109になってくると、うまいこと使うとでかいのが釣れるっていう、うん、はい、ハスでした。このジャークした時のボブリング、ドルッドルッドルッって言って、これで遠くの魚をこう寄せる感じね、寄せるというか口を使わす感じだから、無邪気なやつが結構かまってくれる。ただそのでかいバス、でかいバスも目の前でそれやられたら間違いを起こしちゃうのね。でそれを期待しながらちっちゃい魚と遊ぶと、そんな感じ。おっしゃ、この振り方はどっちだどっちだどっちだ、
お、バスや。バスか、お、でかい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 ブルーギルや。これすごいぞ。むっちゃでかいぞこれ。おお、やった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 。やったやった、これはすごいわ。すごいわ。俺も初めて見た。これはすごい。でもね、これ言うても26。ない。お、25はあるな。素晴らしい。これ石貝歩いてる。何が歩いたの。おお、すごいすごいすごい、頑張ってんや。こんな歩き方するんやこいつ。今日はちょっと移動距離がね長いんで、竿2本持つのをやめて1本にしました。で86のミノーね、浜ミノーと、あとはスリップミノーのウェイクベイト両方使えるようにベイトタックルでやります。ちょっと飛距離がでんくなるけど、それでも全然大丈夫。さあ、それではベータを使います。なんとなくベータになりそうですわ、名前。あっかんベーのベータですわ。これはこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。こんな感じです。これ投げて、でちょっと早まいたら潜ります。だから植木だけを出そう思ったら引き波ね、竿を立ててゆっくり巻いたら植木が出て。でちょっと早まくと、竿を下げて早く巻くと、どれぐらいの30センチ50センチぐらいまで潜ります。基本的には水面でやる遊び。投げて巻くだけ、ウォーデスと一緒。トップウォーターなんやけど、例えばハスペンとかハスバグがね、まあ、ハスバグもちょっとちゃうかな、ハスペンなんかが投げてロッドでアクションを刺してウォーキングザドッグさせんねんけど、こいつは勝手に動く。ハスバグもまあその傾向なんやけど、方向なんやけど、こいつはそれを早く引っ張ると若干潜る。でこっちの方が動きが荒い。でどう言ったらいいかな、半水面で動くから起こる波動、こうね、こうじゃなくてこうやから起こる波動ね、こうじゃなくてこうね、これを期待してる。あとはやっぱりラインが沈まない、トップウォーターはね、それだけでアドバンテージがこっちに来るんで、やっぱり有利。釣れるときは簡単に釣れる。おお下げたらやっぱり食うわ。小さすぎるわここの。足足足足足足、これちょっと禁断やな、あかんわ。これで移動。出た。ほら来た。よしよしよし。よかったね。うわっ。これはポーズが大事やって言おう思ったらそのポーズで食いよった。なやこれ、引くだけで大したことないんかな。ブルギルかもしれないねこれ。なんなんこれ。バスじゃないんちゃうこれ多分。ほらそやわ、むっちゃ小さいブルギルがこんなに低かいぐらい、ほらお前ですか、よく歌たね、すげえわ。
よっしゃ。おー、出たねドワッて。またギルかな今度はバスで、ほらサイズ、こんなサイズがこれ食ってくれるのはちょっと嬉しいね、ある意味ね。よし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 。おー、ちょっとマシなサイズ。だとブラックバスっぽいで、30センチやでほれ、よいしょ、はい、うお、僕ね、まあ一言で言うたら、僕は琵琶湖が好きなんですよ。で、その琵琶湖で釣りをするのが好きで、その釣りで当然でかいバスを釣りたい、たくさん釣りたいし、で小さなバスも、もっと小さなバスも、もうとにかく全部相手にしてほしいんですよ。でそうした時に今まで作ったルアーがあるんですが、それを一シチュエーションね、例えばウィードが生えてる長さだとか水深はこれぐらいだとか、それをこう想像しながら自分の、プロデュースしたもの、自分が作ったもの、考えたもので魚と会話したいっていうのがあるんですよ。で琵琶湖の一番の特徴は、深いところからめちゃめちゃ浅いところで、濁ってるところ、澄んでるところ、ウィードのあるところ、岩のあるところ、全てがほぼほぼ揃ってるんですよ。でその中で今日はウィードな気分だなって釣りに行ける場所がチョイスできる、一つの場所でね。これはすごく続けれるし楽しめる、最大の理由です。さて、大雨の合間にやってきました。さっきまでめちゃめちゃ雨降ってたんやけど、そこでトップを意識した釣りをメインにやりたいなと思います。スリップミノ100ベタ。こんな感じ。これ浮くやつ、2種類用意しました。僕のね釣りのスタイルで、特徴的なのが、ほぼほぼ1本の竿で、その竿で、いろんなねルアーをローテーションします。プラグからワームね、でビッグベイト的な、そのスイムベイト的なもの、それからシシベイトまで使います。そのローテーションのね、節目になるところで使いたいルアーっていうのがあるんですよね。で例えばそれが今まででしたらウォーです、大きなやつね。で今回僕の中ではハードルアーでね、このかなりでかいサイズなんですよ、ボリュームがね。でその時のローテーションのね、節目になる部分ってあるんですよ。でそういった時に使うものがスリップミノ100ベタなんですけども、でこれが例えばね琵琶湖でやる場合、琵琶湖でやる場合ね、シチュエーションを考えましょうか。例えば竿1本でベイトタックルで、プラグをメインとした釣りをしたいと。でタックルボックスは何を持っていくかというと、さまざまなプラグを入れて、でもう片方に、フォローとして音のしないワーム系を入れます。ラバージグだとか棒ですね。でそこでね、小さなルアーを通します。そこそこの、例えばハマークランク釣れました。でちょっと杭が渋ります。そういった時にウォーデスだとかを投げるとまたリセットするんですね。僕の考え方ですよ、バスがリセットしたと。だから釣れてた感覚があったのにウォーデスを投げることによってまた位置から狂ってくるという感覚があるんですよ。それの、ハードルアー版、これは今回のベータなんですね。
あのね、アクションで言うとすごくワイドローリング、ワイドロール、ウォブンロールかな、すごいアクションします。タイプがね、2種類あって、で一つのものがリップが湾曲してます。でもう片方がリップがまっすぐです。これが外からの最大の特徴で、この湾曲した方のモデルは重たく作ってある、はい。キャストして、リトリーブしてもそんなに潜らないんだけれども浮いてこない、スローフローティングね。これがこちらのタイプ、湾曲した方のタイプね。でもう片方、こちらはですね、かなり浮力がある、だからウエイトがそんなに入ってないんですね。それと中にこのうるさいシャトルを入れてます。でこれをね、水面でロールさせる。そうすると水面から上に出てる部分があるでしょ、それがリトリーブすることによって変化しますよね。ならこの音が変化するわけですよ、入ってる部分が変わるから。音が少ない場合、入ってる部分が少ない場合で多い場合、これ変わってきますよね。それが不規則にずっと続けられる。ジャミングロールって僕が名前つけたんですけれども、要は障害の音ね、騒音のローリングするルアーと、これがベタのジャミングロールです。こちらも水面で使う、これが特徴です。この両方使って、ローテーションの節目節目で、魚の、まあ、どう言ったらいいかな、目先を変えてしまおうと、これを期待して作りました。まあこのベタの浮力のあるタイプは水面までは伸びきってないウイドの上だとか浅いエリア、川で言うたらブレークから一段上の浅いエリアね、魚を追い込みやすいようなところで水面に魚を引っ張り出すような、そういうルアーです。ウェイクベイトで、今ここでやり始めてんけど、ボトムがようわからんから一回ラバージグ引っ張ります。ちょっと様子見ますわ。いきなりこれやってもなんかすかしのところでやってるかもしれへんから、わざとウィードがかかりやすいフットボール、それ使ってちょっとやってみます。よいしょ、ウィードだらけなんかなこれ。フットボールプラスパワーシャットテール、あーウィードだらけやなここ。あーでも引けるね、フットボール引けるってことは。そこどうなんや、あそこも引けるか、あそこそこ水深あるわ。ほんでああボトムはやっぱウイドだらけやね。うん、結構使えそうやね、何でも。水面下60センチぐらいまではウイドないわということで戻します。でこっちが重たいタイプ、重たいタイプのプロトンこれね。あゆっくりゆっくり浮く、普通に巻いてたら多分30、40センチぐらいまで潜るかな、もうちょっとラインによって潜るかもしれへんけど、そこで、止めたらほぼサスペンドになるような感じ、若干浮くかな、うん、そんな感じです。でロッドを立てれば、それなりに上がってくる。はい、でかそうやねこれ。こんな着せへん。
ドンみたいな。ウィードをこうやってかわせるぐらいしかないもんな。当たった。ドン、当たったな今。これでもスピードやな、釣れる釣れへんその日の。これ巻いてて、しっかりしたウィードやったら、ウィードに当たった時に竿を立てたらほぼまあかわせれるというか、まあ距離にもよんねんけど、 20m ぐらいやったら、あのルアーまでがね、ルアーまでが 20m ぐらいやったらこうやってかわせれる、針にかからん限りは。今のエビ食ったね。巻きっきやったね。左側に食ってんのかな。これがフロロのラインでやると、どうしてもあのライン自体が沈み切ると、それを上に上げることできへんから、ナイロンか P で、 P でやるとその入ってくる情報が多いんで、最近もう P に慣れてしまったらPばっかりやってます。ただここ一番の時にね、なんかトラブル起こったりするかもねっていう時は、まあナイロンの方が無難かな。でもっと深いって分かってたら、フロロも使い道によってはすごい、ラインがねまっすぐになるんでいい場合もある。それはね、もうその時の、まあ、自分のモチベーションというか、ああフロロが釣れそうじゃないな思う時はやめたらええし、一番だからその中間的なのがナイロン、まあ無難なラインですね。飛距離も出るし、トラブルも少ないし、中層を浮遊するというか漂う、比重が1ちょいなんでね。それゆっくりゆっくり巻くだけ。あのポイントはね、すごい分かってたら、途中でまあジャーク入れたり、スイッチングしたりいいと思うんですけれども、基本は投げて着水して巻くで、水深まあ50cm、60cm ちゃうな、40cm、50cm をカバーすると考えて、竿を立てててね、でそのあたりを釣っていく。だからバスの目線の上ね通ってるなと思って、魚がそこへまで上がってくるのを信じながらやる感じ。もうちょっと浅かったり、まあ水が、今日は雨がダッと入ってるから、まあ上がってこへんかなと思ってちょっと下からやってんねんけど、もうちょっと上まで上がりそうやったら水面系の方の、軽い方を使うと引き波の方に魚が反応する。これは引き波ないんで、水中でのその水の波動、大きなワイドボブリングによる波動で魚をまあおびき寄せるというか。あっ、そうやろ、ほらでかい、今止まったね。これこのうわ、でかいぞでかいぞ、丸飲みやこれ。よし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 スリップ100シェイクダウン終了。
だ。やりましたね。いや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 、まあこういうことが起こるんでルアー作りはやめられないと。はい、うおやったね。うお丸の実見て、ようバラさんと来たね。